い、皆さんおはようございます。おはようございます。時間が参りまして、平成31年度第1回目のサロンを今から始めたいと思います。それで、ね、今回からですね、新入社員が来ます。シーサーさんと挨拶がいい、まあ、こっちの新入社員か。今日第1回目ということで、プラザの方から内藤さんにお越しいただきました。内藤さん、なんか覚えたらいいですか。3回目ですかね。はい、今日で3回目です。あ、3回目です。また楽しくよろしくお願いいたします。じゃあ、お願いします。改めまして、皆様おはようございます。たくさん会えたんですが、また大勢に来られるご予定が終わってあ、別に大丈夫なんですけれど、椅子に座られる方が都合がいい方が多いのでってことですね。はい、あ、大丈夫です。その代わりちょっと遠いですから声をしっかり出してください。よろしくお願いします。はい、今前にあるんだから、間を見ておられたらいいです。はい、早速ですけれども、私いつもソーラン節というのを肩の体操でね、前よくソーラン節というのやって、今日初めての方がいらっしゃるので、はい、皆さんご存知かと思いますが、一回だけやってみましょう。で、手ではなくて肩、肩甲骨が寄ってるかなって、そこを意識してください。やれんソーラン、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 はい、お見事。素晴らしい。次に肩に手を当てて、肩をぐるぐる回します。手は手よりも肩が回っていることを意識して、肘をくっつけて、はい、沖のかもめに潮どきとえば、またに私は立つ鳥へ波に生きて、やさえ、ね、耳へ手がくっつくぐらい、やさえやさのどこいしょ、あーどこいしょ、どこいしょ。いつも皆さんお見事です。もう一回最初からやります。せーの、やれんそーらん、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 はい、沖のかもめに潮どきとえば、私は立つ鳥へ波に生きて、やさえれんやさのどこいしょ、あーどこいしょ、どこいしょ。さあ、肩ほぐれたかな、ちょっとどうですか。会いたくて、さあ、ここからがまた息なんです。
できなかったよで足りなくないよって道中息吸ってくださっても大丈夫。大勢で歌うとね、いつ息吸ったか分かりませんので最後の長寿量合わせてください。でははじめちょっと早めに行きましょう。負けても友と
好きよ、あの人が好きよ、もういいシャツ着てさ、海を見て川、そのまま私は裸足で、小さな恋の船、浮かれて泣いたの、わけもないのに。さあ、ここからステップが変わります。皆さんお上手ですね。忘れられないの、あの人が好きよ、青いシャツ着てさ、海を見てたわ、私は裸足で、小さな貝の船、浮かべて泣いたの、わけもないのに。はい、ストップですよ。はい、恋は私の恋は Thank you.
下向いて演奏してみましょう。Thank you.
全部を聞いてください。まだ咲いている花の咲く青い山脈緑の谷へ先を行く昭和、平成、令和、しっかり生き抜きましょう。どうもありがとうございました。